小西健介君、小西君。小西健介です。今の現場委員の最後の、日米首脳会談の質問に続けて質問していきたいと思うんですが、今回その、共同声明にですね、台湾海峡という言葉が明記された。これは1969年の佐藤・ニクソン会談以来というふうに言われていますけれども、ただしこれ、当時は日中国交正常化前のことでありますし、また中国のですね、国際社会におけるその存在の大きさというのは、今とは比べ物にならなかったということを考えると、今回、この台湾海峡という言葉がですね、明記されたことが持つ意味合いの重さというのは全く異なるというふうに思いますが、そういう理解でよろしいかどうか、官房長官、ご答弁いただきます。加藤官房長官。今、委員にご指摘のとおり、この台湾海峡という言葉が日米の共同声明に盛り込まれたのは、佐藤・ニクソン会談以来ということでありますが、今回の共同声明における台湾に関するこの言及は、両岸関係の軍事バランスの変化などを踏まえ、台湾をめぐる問題が当事者間の直接の対話によって平和的に解決することを期待すると、これは我が国従来から申し上げてきた立場、これを日米共通の立場としてより明確にしたものであると考えております。台湾海峡の平和と安定にとって、こうした形でお示ししたことは意義があるというふうに考えているところであります。大西君。私はですね、やっぱり今回この日米首脳会談で、やっぱりこう対中姿勢、日米がどう示していくかということがこれだけ注目されていた中で、この台湾海峡ということが明記をされたと。で、私自身もですね、この日本の新レーンの一部である、台湾海峡の平和と安定というのは、これは我が国の国益に直結する話でありますから、そこに我が国はちゃんと関与していくというのが当然だと思います。ただですね、過去にはですね、同盟による巻き込まれ論みたいな話もあって、あったわけでして、これだけ重要な話がですね、十分なこう国民的議論のないままに進んでいっていいのかなということも思うわけです。で、専門家の中にはですね、日本政府はルビコン川を渡った、こういうふうに言う人もいます。で、今回の政府の決断がですね、安保関連法に基づく重要影響事態や、あるいは存立危機事態に台湾有事を認定する可能性にも関わる話であったり、あるいはですね、台湾有事に備えて日米共同作戦計画の策定をするということにもつながっていく話であるんじゃないかと。また、さらには中国からの報復措置ということも、覚悟しなきゃいけない、そういう大きな決断だというふうに私は思います。で、そのことについてですね、国民の多くはそういう意味合いを、今回の話がそういう意味合いを持ってるんだということを、国民の多くの皆さんが理解されているというふうに官房長官思われますか。加藤官房長官。先ほど申し上げたところでありますが、この共同声明では日米両国は台湾環境の平和と安定の重要性を強調するともに、両岸関係の平和的解決を促すということを明記をしているわけでありまして、これはまさに当事者間の直接の対話によって平和的に解決されることを期待する、これは従来からの我が国の立場でありますが、それを日米共通の立場として明確にしたという、あくまでもそういう意味であります。大西君。そこら辺がですね、なんていうか曖昧というかですね、私はそうではなくて、これはもう佐藤・ニクソンの時の話とは全く違う話であって、で、安保法案もその後成立もしてます。それから、中国のこの存在の大きさというのはもう当時とは比べ物にならない。そういう中でこれをこう明記するということはもう、今回まさにですね、アメリカはもっと強い調子で勝てと、日本は慎重な意見もあった中でのいろんなせめぎ合いの中で結果として明記をされたというふうに理解してますが、やっぱり私はこれ、菅政権自体もですね、本当にそういう覚悟を持って今回これ明記をしたのかどうなのか、今の答弁もちょっとあやふやなんですが、同じことですけども、皆さんのお手元にですね、資料をお配りしてますけども、これ、首脳会談の直後に首相官邸のツイッターから発信されたものですけども、まさにここに書いてあるのは、今の官房長官の答弁なんですね。中国との安定した関係は日中両国のみならず、関係及び国際社会の平和と繁栄のためにも重要ですというふうに書かれてるわけですよ。その後には、この中国との率直な対話が必要であるということも書かれてますけども、
いやいや、中国に対して結構強いことを言ってる一方でですね、その直後に流しているツイッターでは、いやいや、もう日中関係大切なんですよって言ってて、一体、どっちなんだというわけではないんですが、本当に今回のこの台湾海峡って書くのは、私はすごいやっぱり重みがあると思うんですけども、そのこれを書くことによって、場合によっては報復、経済的な報復措置もあるかもしれない、そういう覚悟を持ってやってるのか、このツイッターであったりとか、今の官房長官の答弁を見てると、私はその辺が非常に曖昧だし、だから国民もそういうことを理解してるのかなとした上で、みんながそうだねと、ここはやっぱりでも今のこの状況を考えるとですね、やっぱりアメリカと一緒になって、今までとはちょっと違う厳しい対中姿勢というのが必要だよねと考えて、今回のことが行われたのかどうなのかということを思うんですけれども、この首相官邸のツイッター、これはどうなんでしょうか、その日本政府の立場と温度差がないということで、今までの答弁だとそういうことだと思うんですけれども、いかがでしょうか。加藤官房長官。この日米首脳会談では、インド太平洋地域と世界全体の平和繁栄に対して、中国が及ぼす影響についても意見交換が行われたところであり、東シナ海、南シナ海における力による現状変更の試みに反対することなど、これ一致をしているところであります。その上で、こうした問題に対処する観点から、中国との率直な対話の必要性を確認をし、普遍的価値を擁護しつつ、国際社会全体の安定を追求していくという点においても一致をしたところでありました。ご指摘のツイッター、今申し上げた共同宣言、共同声明、またこれまでの日本の立場、それを踏まえたものである、ツイッターはそれを踏まえたものである。大西君。はい、もう一つですね、今言ったように、これ、今回、この台湾海峡を書くかどうかという話も含めて、先ほど言ったように、慎重な日本側と、積極的なというか、強硬なアメリカ側といろんな、神経戦というか、せめぎ合いがあったというふうに言われてますが、ただ、今回もこの日米首脳会談が行われる前から、アメリカは今回の会談で対中国に対して日米の結束を、強固な結束を示すんだということが、これ、最大のテーマだったわけですよね。で、そういう形で、書いたんだったら、私は、ちょっと見返りというのは変ですけども、日本も、そこはアメリカの意向、側の意向に沿った形で今回やるんだから、日本の言うことも聞いてねという話じゃないけれども、やっぱり今回、日米首脳会談で、自動車関税の撤廃の話はなぜ求めなかったのか、日米貿易協定に関する国会の審議の中でですね、安倍前総理は自動車関税については、さらなる交渉により撤廃がすることになってるんだと、こういうふうに説明してきたわけです。ところが、追加交渉は協定、発効後ですね、4ヶ月をめどに始めるということになってますけれども、1年以上経ってもいまだに全く開始もされてないと。なぜ今回、日米首脳会談のタイミングで、この自動車関税の話をしなかったのか、このことについて官房長官からご答弁いただきたい。加藤官房長官。ご指摘のように、今回の日米首脳会談では、自動車関税撤廃については協議はなされていないところであります。他方、日米貿易協定においては、自動車部品について関税の撤廃に関してさらに交渉する旨が明記され、今後交渉を行うことにおいても、これは日米間で合意をされているところであります。バイデン政権の通商政策については、まずは国内の雇用政策などを重視し、それまで新たな貿易協定は結ばないという方針と私どもは理解をしており、そうした状況を踏まえつつ、引き続き通商政策を含め、しっかりと意思疎通をこれは図っていきたい、こういうふうに考えているところであります。大西君。今はっきりと、その今回はしなかったという話ですけど、さっき言ったようにですね、今回その対中姿勢については、アメリカの今意向に沿うというのも変ですけども、一緒にやろうね、その代わりこの自動車関税の話はお願いしますよと、こういう交渉が普通じゃないかと思うんですけども、それをしなかったというのは非常に私残念でなりません。官房長官、ここまでで結構でございます。ありがとうございました。で、今回の訪米でもう一つ注目されていたのが、菅総理とファイザー社のアルバート・ブーラー CEO のとの電話会談でありますけれども、ファイザー社との交渉についてはですね、河野大臣がワクチン担当になった直後に、私が直接ファイザーと話をすると、乗り出されたところですね、交渉には首相を出してほしいという逆指名があったというような話もあります。で、今回の会談、電話会談というのは、
そういう経緯があってのセットされたものなのか、また当初はですね、対面での会談を模索したけれども、電話会談に切り替えたというような話もあります。この電話会談をセットした経緯について、ワクチン担当の河野大臣からご説明いただきたいと思います。河野大臣。この電話会談のセットに関わっておりませんので、何とも申し上げられません。ファイザーの CEO はニューヨークにいらっしゃって、総理はワシントンに訪問ですから、そもそも対面は成り立たないんだと思いますが、それ以上のことは分かりません。大西君。アメリカ、今ね、海外との行き来で往来がなかなか難しい状態ですから、ニューヨークとワシントン、私もワシントンいましたけれども、シャトル便が30分おきに飛んでいて、そんな遠いところではないので、それ対面で会おうと思ったらいくらでもできたと思いますよ。で、私はですね、これ、政府の中にも一国の総理が民間企業に頭を下げるのかという慎重な意見があったというようなことも言われてますが、私は総理がですね、恥もプライドも捨てて、国民の命を守るためにやるんだってやればですね、これは国民の多くの皆さんは、理解をされるどころか拍手喝采したんじゃないかというふうに思いますけれども、昨日のですね、参議院の厚生労働委員会では、田村厚生労働大臣からですね、今回これ、合意文書みたいなものは交わしてないというふうに答弁をされてます、はっきりと。で、だったらですね、別にそのニューヨークとワシントンだからってさっき大臣おっしゃいましたけれども、だったら別に米国じゃなくても日本から電話すれば済む話ですし、でもっと言えば電話で済む話だったらもっと早く電話すればよかったんじゃないんですか。これはいかがなんですか。河野大臣。申し上げましたようにこの件に関わっておりませんので何とも申し上げられません。大西君。いやでも最初言ったようにですね、河野大臣が2月でしたか、大臣になった直後にですね、自分が交渉するんだとファイザーと直接、そういった時には相手からですね、いやいや大臣じゃダメだと、首相出してこいと言われたという話もあります。その時はまさに担当としてファイザーと交渉しようとされたんじゃないですか。でだったら今回も、まさにこのワクチンを確保するというのは大臣の一番重要なお仕事なわけですから、関わってませんという話じゃなくて、当然総理ともこの話というのはされていると思いますので、ちゃんと答弁していただきたいと思います。河野大臣。1月以降ファイザーと私が交渉しております。でこの電話会談については存じ上げません。大西君。いや今河野大臣がやっておられる仕事の中で一番重要なのはこのワクチンの確保であって、そしてファイザーからこのワクチン、この後質問しますけれども、9月末までに全国民分を確保できたとおっしゃってるわけですから、当然今回アメリカ行って、会うのか会わないかっていう話もあったというふうに私は聞いてますけども、電話会談にしてもその話は全く知らないと、総理のところで勝手にやった話だっていう話だったら逆にワクチン担当大臣として無責任な話だと思いますが、改めてご答弁いただきたいと思います。河野大臣。先ほど申し上げた通りです。大西君。本当にそんな話じゃないと思うんですよ。だって河野大臣の一番重要な仕事です、このワクチンを確保するのが必要なワクチンを。それではですね、今申し上げましたようにこの追加供給に関してファイザー社と実質的に合意したとして、9月末までに、接種対象者全員分を確保できる見通しを河野大臣に示されたということですけれども、そこで確認したいのは、それはですね、アストラゼネカやモデルナの契約分も含んで、必要な分を確保したという、そういう話なのかどうなのか、この点については、アストラゼネカ製のワクチンについて、血栓ができる事例が世界中で報告をされていて、重症化リスクの高い高齢者に限定して接種する国や、もうデンマークのように接種を停止している、使用を停止している、そういう国もあります。で、そういう使用宣言の動きが広がっていると。そんな中で、アストラゼネカのワクチンについては、我が国はまだ承認されてないんですけれども、承認されても、もしかすると一定の年齢だけとかですね、広く使えなくない可能性があると、そういう中で今回の追加供給の要請を行ったということなんでしょうか。繰り返しになりますけれども、このモデルナとかアストラゼネカの契約分を含んで、9月末までに全員分が確保できたという話なのかどうなのか、この点についてお聞きしたいと思います。河野大臣。ファイザー社および他の会社のワクチンを入れて、9月末までに全員分の供給ができるということでございます。
尾西君。今のご答弁だと入れてということなんで、もしアストラゼネカまだ承認されてませんが、承認されても先ほど言ったように世界中で今一定の年齢以上にしか打たないとか、もう打たないという国も出ている中で、今想定しているアストラゼネカの分が全部使えないという可能性が出てきた場合には、じゃあ今回の追加で確保した分でもまだ足りなくなる可能性があるということなんでしょうか。河野大臣。今承認のプロセス中でございますので、お答えを差し控えたいと思います。尾西君。そういうことになると結局まだ承認もされてない、そういうことになると全て仮定の話であって、河野大臣が9月末までに全部確保できますよと言ってるけども、それ自体もどうも怪しいかもしれないという不確定な話だということになってきてしまうんじゃないかと思います。で、併せて、その前提で自民党の下村政調会長は、今のペースでいくと、全員打ち終わるのは、河野大臣は9月末までに全員分を確保できるというけれども、確保した上で全員打ち終わるのは、もう来年春ごろまでかかるんじゃないかということを、与党の政調会長が言われたと。で、このことについては、大臣は記者会見で否定をされてますが、改めてこの国会の場でですね、下村さんの言ってることは間違いだということをご答弁いただけますか。河野大臣。下村政調会長がどのようなお考えでもおっしゃられたのか存じません。尾西君。いや、記者会見では総理は春ごろまでなんていうのはそんなことはないと、すべての自治体から年内にはなんとかなると聞いていると、まあ、いくら遅くても2月には終わりますというふうに答弁しているの、記者会見で言ってることが国会で言えないんですか。はっきり言ってくださいよ。河野大臣。下村さんの発言についてお尋ねがありましたので、そう答えたんです。大西君。じゃあ下村さんの話は置いといて、来年の春ごろまでなんてことはないということでいいですか。河野大臣。今回のワクチン接種は期限が来年の2月ということになっておりますので、そこまでにはしっかりと終えたいと思っております。大西君。もう初めからそう言っていただければいいわけですよ。記者会見でもそう言っておられるわけだから、2月までにはやるとはっきり言ったんだから、国会でもちゃんとそれは言うべきだというふうに思います。で、次にですね、大阪が緊急事態宣言の発令を国に要請して、東京も検討していると、でまた分科会の尾身会長はですね、東京も大阪のような状況になる可能性があると言われてます。で、私はもう今からでも遅くないんで、これ、今、火が燃え盛ってるですね、東京だとか大阪だとか、そういうその感染拡大地域に、まず集中的にワクチンを投下する、全国一律っていうような、そのほとんど感染者が出てないようなところにも平等に配るなんて話じゃなくて、今燃え盛ってるところにですね、ワクチンを集中投下すべきだと思いますよ。だから今からでも遅くない、このワクチンを一律に配るというやり方は見直すべきだというふうに思います。で、私は河野大臣なら、そういう大胆な決断ができるんじゃないかと思いますけども、大臣、いかがですか。河野大臣。委員のお考えはお考えとして受けてまいります。大西君。考えというより、私は普通のことだと思いますよ。これ、東京都の小池知事もですね、東京にまず回してほしいということをもうすでにおっしゃってますし、与党内からもそういうお声があるというふうに聞いてます。これは普通はそうですよ。だって燃え盛ってるところをまず沈めないと、全く出てないところに回したって、そこからはね、確かにうちにも配ってほしいというその平等性についてね、こういろいろ不公平だという声は上がると思います。上がると思いますけれども、危機管理ですから。一番広いところにまず回してそこを沈めないと、結局地方のにも感染が飛び火していくのは都市部から飛び火しているわけですから、東京とか大阪とか抑えないと。ですからそのためにあるワクチン、限られたワクチンを私はもう集中的に投下するように切り替えるべきだというふうに思います。で、河野大臣ですね、もう一つ先日一部の自治体で高齢者接種で予約のキャンセルが起きて、そしてワクチンが廃棄された。で、その時に貴重なワクチンを捨てないでくださいと大臣呼びかけていましたけれども、ところがですね、前回のこの委員会で岸本委員からですね、驚くべき指摘がありました。で、今日改めて資料をお配りしましたけれども、資料の2ページ目ですけれども、これ自治体向けの説明会資料です。岸本委員が言われてたように、でここに
まさに5チックになって書いてありますけれども、開封後に1回でも接種したバイアルについては、廃棄数に含めないでくださいと書かれています。で、この集計方法では、丸々1瓶捨てないと廃棄に当たらないという取り扱いになってますけれども、これではですね、廃棄したことさえ確認ができないということです。河野大臣、これをご覧いただいて、どう思われるか、私はこれ、改めるべきだと思いますが、河野大臣からも厚労省にも言っていただいて、田村大臣も言っていただいて、これはちゃんと改めて廃棄が起きないように実態をしっかり把握するんだということにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。河野大臣。この入力の意味は、先般、残念ながら停電で、多数のワクチンがダメになってしまったということがありましたが、あのような、多数のバイアルが無駄になってしまったというところをカウントするための入力というふうに理解しておりますので、特に問題ないと思っております。大西君。これが問題ないなんていうのおかしいですよ。この間も先週もですね、岸本委員がこれを取り上げた与党席からもこんなおかしいと声が上がってましたよ。だって実態をちゃんと把握しないと、丸々一瓶じゃなくて、余った分、その、5回なのか6回接種なのか、6回分なのか5回分なのか、シリンジによっても違いますけども、まだ余ってる分も捨てたんだったら、そういうこともちゃんと把握した上で廃棄が出ないようにしてくださいということをやっぱり呼びかけていかなきゃいけないのに、そもそも丸々一瓶捨てないと廃棄に当たらないなんていう取り扱いになっていること自体がとんでもないことであって、それをいや、これでいいんだと堂々とこの国会で答弁されるというのは、私はおかしいというふうに思います。で、次に河野大臣ですね、5月には各自治体がフルスイングで打ち始めることができるようになると、ワクチンがどんどん入ってきてというふうに言っておられますけれども、そうなると、これ、注射打つ人の、人手の確保、これが問題になります。で、この点に関して、歯科医師、歯科医師は歯科治療では麻酔等で注射を打つことができるけれども、まあ、現行法では予防接種はできないということですけれども、今、政府部内でですね、市町村が医師や看護師を確保できないと判断した場合に限って、そして、研修等も施した上で、歯科医師のワクチン接種を認める方向で検討しているというように聞いていますけれども、これはまあワクチン担当でもあり、同時に規制改革担当大臣である河野大臣からもですね、田村厚労大臣にこれは規制改革という意味合いでもですね、ぜひやるべきだというふうに言っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。河野大臣。厚労省がすでに検討を始めております。大西君。ぜひ厚労省を検討しているということで、今ご答弁いただきましたので、これは一緒になってですね、進めていただきたいというふうに思っております。で、次にですね、この、時短や休業、まあ、また今度緊急事態宣言が再び出るかもしれないという中で、いろんな支援策、政府としてやっておられるわけですけれども、この新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対してですね、持続化給付金だとか家賃支援給付金とか、いろんな支援を今までもやってきました。で、ただ性風俗事業者というのは対象から除かれておりました。で、これについてですね、法の下の平等を保障した憲法に反するとしてですね、事業者が裁判を起こしました。で、被告となった国側はですね、性を売り物とする本質的に不健全な営業で社会一般の道徳概念にも反すると裁判で主張しています。で、私もですね、まあ、税金の使い方ですから、国民の理解を得る必要がありますから、国としていろんな言い分があることは理解します。ただ、法で認められた営業を行って、税金も納めているのに、本質的に不健全という言い方はですね、これは職業差別であって、さすがにどうかと思いますけれども、西村大臣、この件について、どう思われるか、ご答弁いただきたいと思います。西村大臣。持続化給付金、家賃給付金に関してですね、性風俗事業者であるとする原告からの訴訟に基づいて、4月15日に第1回口頭弁論期日が行われですね、その内容についての報道がなされたことは承知をしております。その中で国側はですね、今ご指摘ありましたように、国庫からの支出により事業の継続ないし再起を目的とした給付金を支給することは国民の理解を得ることが困難であるという旨を主張したというふうに承知をしておりますが、まあこれ以上詳細につきましては現在係争中の案件でありますので、コメントは差し控えたいというふうに考えております。大西君。
そうです、まあ、国々からの、ね、支出として国民理解を得られるか、そのことは私は国側として主張することはあると思いますが、本質的不健全とまで言うとですね、これは職業差別になってくるんじゃないかと思いますので、まあ、そこはですね、よく考えていただいて、今後もご検討いただきたいというふうに思います。河野大臣、西村大臣、ここまでで結構です。ありがとうございました。で、最後に残った時間ですね、この子ども庁の話をしていきたいと思うんですが、坂本大臣は今、少子化担当の大臣ということですけれども、内閣府以外にも文科省や厚労省、多くの省庁に子ども子育て施策がまたがっていることで、まあ、具体的に今、何か不都合を感じておられるか、そして不都合を感じているから、じゃあ、やっぱり一元的に子ども政策を立案、遂行する独立した行政組織があった方がいいと思っているのか、思ってないのか、このことを端的にお答えいただきたいと思います。坂本大臣。私といたしましては個々の課題に応じまして、それぞれ、文科省あるいは厚労省その他の、まあ、関係省庁と連携しながら取り組みを進めているところでありますので、まあ、日常のさまざまな待機児童の対策とかそれから男性の育児休業の取得促進、まあ、そういった日常の仕事の中でそれぞれとの省庁と連携を取りながら、まあ、仕事を進めているというのが実情でございます。尾西君。じゃあ連携してれば別に一元的な独立の省庁がなくてもいいということですか。坂本大臣。今の私の立場としては連携をして仕事を進めているということでございます。尾西君。お手元に資料を配りましたけれども、坂本大臣、非常に筆まめで、まあ、大臣になってもいつもこうブログを書かれてるんですけれども、これ、最後 のページにブログを載せてました、と聞きました、子ども庁の創設は実現するか、4月12日付ですけれども、これ、まあ、一番最後のところを見ていただくと、それでも創設の方向で進まなくてはなりませんって書いてあるから、まあ、大臣は私は一元的な省庁を作ることは賛成なんだと、ここに書いてあるから、そう思ったんだけど、今はなんかそうでもないような話もぐにょぐにょ言ってましたけども、もう一つね、これ見ていただくと、そのちょっと上のところ、一つ前のパラグラフですけども、まあ、総理も自民党の幹事長も言ってるんだから、創設は容易のようですが、それほど簡単ではありませんと書いてある、それからさっき言った最後の行の前の行にはなんて書いてあるかというと、具体的な組織内になると、さまざまなハードルが待ち受けますって書いてあるんですね。じゃあさまざまなハードルって何ですか、教えてください。坂本大臣。私自身としては子ども庁の設置というのは期待をしております。そして自民党の若手の議員の方からもご提言をいただきました。ですから自民党の論議を注視していきたいと思います。一方の方で今委員言われましたように、まあ、総理も積極的である、そして党の方でも幹事長を中心に本部ができているということで、まあ、このことについては非常に期待をしているというふうに今受け止めていただいて結構ですし、ハードルというのは組織論として一般論としてさまざまなハードルがあるという思いで、まあ、ここに記述したことであります。大西君。一般論じゃなくて具体の組織論になるとさまざまなハードルが間違える、具体の組織論のでハードルになるようなことっていうのは具体的に何ですか、教えてください。坂本大臣。一般論といたしまして、今マスコミなんかで書かれております文科省あるいは厚労省、まあ、こういったところとのさまざまな仕事の役割、そういったものに対するいろんな詰めの作業の中でさまざまな課題が出てくるのではないかというようなことでございます。尾西君。まあ、ただその大臣としては最後に書かれているように、それでも創設の方向で進まなくてはなりませんと書いていただいてます。で、最後にもう時間ですから聞きますが、我々はずっと子ども家庭省というのを言ってきてます。で、ただ一方で新たな組織ができればそれで済むという話じゃなくて、人や予算が増えないと意味がないと思ってます。その点では先ほど大臣触れられた自民党若手の提言の中ではですね、子ども子育て予算について、欧米先進国並みの GDP 比の予算を確保すべきだと、8兆円予算を増額させるんだって書いてあって、全くこれ、私はそれが一番重要だと思ってるんです。で、坂本大臣はこの創設の方向については賛同していただいてますが、子ども子育て予算を8兆円増額する、
これには賛同していただけてるんでしょうか、いかがでしょうか。これを聞いて終わりたいと思います。坂本大臣。国民の負担率などその国によりまして、さまざまな国民負担の問題がありますので、単純に比較することはできないと思いますけれども、欧州諸国と比べまして低水準であると、いうことは承知をしているところであります。小西君。組織をいじるだけじゃなくて予算もちゃんと取ると、これが一番重要だと思いますので、そのことを最後に申し上げて質問を終わります。次に塩川哲也君。塩川